柔らすゲは、普通に見られるスゲ属の一種。やや湿ったところに生える小型から、中型のスゲである。柔らすゲカレックストランスバーサボットは、単子葉植物、カヤツリグサカスゲ属の多年草である。家系の包容が、よく発達するのが目につく。鮮やかな緑で、全体に強い艶を持つ。名前は全体に、緑色で柔らかに見えることによるが、 実際には特に柔らかいわけではない。根茎は短く、まとまった株立ちになる。匍匐茎は出さない。草丈は40から50センチメートル程度の小型から、中型のスゲだが、草刈りが行われる場所では10センチメートル程度になる、こともある。葉は細長く、やや立つ。やや幅広くて3から4ミリメートル、時に5ミリメートルにもなり、ほぼ平坦で。 表面には強い艶がある。木部の鞘は濃い赤色に着色する。それ以外の地上部には、そのような着色は見えない。家系は、ほぼまっすぐに立つ。コボは、上の方に数個がつくが、その途中に形容が出るし、コボの包みの養生部もとてもよく発達し、果女より、はるかに長くなる。果女の包みの木部は鞘にならない。茎の断面は三角で滑らか。 コボはいただきコボは、優勢。以下の側コボは、姿勢で、いずれも斜め上に突き出す。側コボは2から3個あり、先端のものはオスコボの基部に集まるが、一つは、離れて、下に出ることが多い。オスコボは淡い緑色、細い棒状で1から3センチメートル、短い柄がある。お花輪ペンには、棒がある。メスコボは、 太い円柱型で、長さ1から3センチメートル。先端近くのものはほとんど、柄がないが、下に離れたものには、はっきりした柄がある。口術の湯に、下宝のくちばしが長いこと、それに、目花輪ペンも突き出すので、よく見るとかなりトゲトゲしい形になっている。目花輪ペンは4から6ミリメートル。緑を帯びた、半透明で、下宝に沿って包まずに中空に突き出る。 花方は、長さ5から5.5ミリメートル、幅2ミリメートル程度の卵型で、その長さの半分ははっきりと突き出たくちばしとなっており、その先端には2つの葉がある。気部は、丸く膨らむ。果実は狂乱系で、長さ3ミリメートルほど、やや扁平な三両系。中等の気部は太くなっており、果実の先端で狭まって折れやすくなっている。また、 乾燥させて、お芝標本にすると下宝が黒くなる、という特徴があるが、これは乾燥機などを使った場合には出ないこともある。日向の草地から木陰まで見られる。特にやや湿ったところに多く、川辺や水湿地によく見られるが、本格的な湿地に出現するものではない。道端に見られることもある。北海道から九州までと津島に見られる。 国外では、朝鮮と中国から知られる。特によく似ているものに、泡ボスゲシーニッポニカオイがある。全体にも、各部の特徴でもよく似ているが、下方のくちばしが、はるかに短い。そのため、メスコボには、トゲトゲした印象がない。名前はこの下方の、丸々したところを泡に見立てたものである。 勝山はこれらの種をミヤマシラスゲブに含めている。特に利害はない。ありがとうございます。